はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。お願いします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 。キャプテンです。よろしくお願いします。ガブリオリ、始まるよ。名門 NTT 東日本を背負うキャプテンとして、難しいことはありますか？難しいこと？でも難しいことはそんなになくて、みんな、もう各々頑張ってくれてるんで、最後ちょっと頑張ろうと一言か声をかければみんな頑張ってくれるんで、そこまで難しいとは感じたことないです。はい、キャプテンとして何を心がけてる？一応みんなに声ちょっとでもかけようとして、一言一言でもいいので、はい、はい、それで変わります。最近の反応は、反応どうですか？最近の最近の反応、最近はでも結構いじられることも多くて。なんでいじられるの？声裏返るから。あ、結構笑い声高いとか、笑い声うるさいとか、アイドル好きすぎるとか、いろいろあるんで。アイドル好きなの？アイドル好きなの？アイドルはどの辺が好きなの？どの辺が好き？あ、どの辺じゃない。誰？あややとか。僕がキャプテンで、エイドのストロークをしている今回のオックスフォード立て上がった、皆さんぜひ来てください。僕に追い風の声援をいただけると幸いです。よろしくお願いします。まず、オックスフォードの話に行く前に、全日本の時のダブルで大逆転勝利した時、あの試合を現場で見てました。めちゃめちゃ感動したというか、申し訳ないんですけど、ボートをあんまり知らない自分でもちょっと声が出ちゃった感じがするぐらい興奮をした。で、また聞くところによると、もう絶対的王者が相手だったんですよ。はい、そうでしょ。そこに挑むっていうことと、聞くところによると前日大変なことがあったんでしょ。あ、はい、そうですね。練習の時に船を持ってしまうっていうアクシデント、大事故があって、ね、前日に自分たちの商売道具である船が壊れちゃったらしいです。どこに当たったの？もう大会の、レーンに設置してあるというか、海藻レーンに設置してある硬い部位にぶつかって、不注意で。不注意です。ポコってやって、それ運がいいことが重なって、なんとか次の日試合ができたんだね。そうですね。そういう運も持ってる遠山くんに、今回エイトデビュー戦、はい、っていうことを聞いたんで、NTT 東日本のエイトに乗る覚悟と目標っていうのを聞かせてもらっていいですか？キャプテンの西さんの、リズムを完璧に伝えて、僕の力で船を進めたいと思います。大会8でもちろん目標っていうのは優勝には置いてるとは思うんだけど、目標タイムって教えてもらっていいですか？まず近くで。そうです。目標タイムは、選手の話の中でも意識しているところで言うと、まず一つは大きくは5分40秒っていうところが5分40秒、はい、一つあって、できればそのコースレコードの5分37秒37秒までいけたらいいなっていうふうには話をしているところです。渡辺コーチは？あ、そうですね、日本最高タイムを出したのが、オックスフォード立て上がったこの大会なので、今回もいい条件でできるので、日本最高タイム5分38秒切りを目指してやっていきたいと思います。当日の条件って、最高な条件って何ですか？まずは追い風が吹くこと。追い風、はい、追い風が吹くことで、気温は、この時期なので、はい、やっぱり気温が高いというか水温ですね。水温が高い方がいい。高い方がいいらしいです。なんで？水温が高いとちょっと減る。要は抵抗が減るので、スピードが出やすいっていう。それはもう科学的に。はい、科学的に。マジですか？はい。じゃあ
追い風で水温、まあ水温は多分大丈夫だと思うけど、じゃあ追い風、向かい風にならないことを、はい、じゃあ祈ってます。今回の、オックスフォード縦レガッタは、まあ、6連覇もかかってますし、あのコースレコードを、みんなで、チーム一丸となって狙っていけるように、頑張っていきたいと思います。日頃からあの選手の頑張りが形になる大会ではあるので、皆さんぜひあのご覧になっていただければと思います。応援よろしくお願いします。ガブリオリオご覧の皆さん、今回は日本代表メンバー4人を欠いての戦いとなりますが、チーム一丸となって頑張ります。皆さんが応援に来てくれることでライバルチームにも勝てると思いますので、ぜひ足を運んでください。いよいよ今シーズン締めくくる最後の本業の方なんですけど、チーム状況はどうですか？はい、つい先日コックスの選考が終わりまして、いよいよメンバーが決まりました。コックスが最後に決まる？コックス最後に決まりました。で、怪我人もですね、ちょっとおりまして、まあ強い選手だったんですけど、はい、まあ一旦ちょっと大事を取るということで、新しい戦力も交えつつ、本当にあの春に行われた全日本選手権よりもフレッシュな顔ぶれで、非常にワクワクしています。メンバーを変えるのって後で聞こうと思ったんですけど、勇気のいることじゃないですか。やっぱりずっと、あと勝ちが当たり前に来ているチーム状況の中で、多分全日本と同じメンバーで戦えばまあ勝てるだろうみたいな中でチームをシャッフル しないといけないし、する勇気っていうのはどっから湧いてくるのかな。そうですね、実はこれまで連覇してるんですけど、全く同じメンバーが勝っているわけではなくて、毎回毎回3人とか4人とかが入れ替わって勝ち続けているっていうのが事実なんですよ。チームとして勝ってるっていう、はい、なので、まあ、今シーズン1年という単位で切り取った時に、春のメンバーとまた今回夏のメンバーが、まあ、変わるっていうのは割とこのチームでは、まあ、当たり前に行われていて、むしろそれを、まあ、困難なことがたくさんあるんですけど、まあ、それが成長の糧になったり、新しい戦力の発見につながったり、ベテラン選手の刺激につながったりということで、まあ、結果出るまでは正直もう安心できないというか、むしろ勝った時は喜びよりも安堵の方が大きいみたいな、悩む時間が長いんですけど、でもそれがチームにとって必要な時間、経験だなと、まあ、楽しみながらやるかな。でもあの何回か、コースで今井監督を見てますけど、全然ドキドキするような感じはしないけど、もうだから自信に満ち溢れてるというか、まあまあ、ボートの監督っていうのは前にもおっしゃってましたけど、試合するまでがもう監督業だと、あとはもう途中でも喋れないし、もうそれまでは仕事なんだっておっしゃってましたけど、まあ、そういう気持ちなんでしょうね。そうですね。今大会はチームとして6連覇がかかる大会になってます。またそれ以外にも、今シーズンをもって引退を表明している選手が、2人、出場することになってます。まあ、彼らの最後の勇姿をご覧にいただきたいというところと、また勝利の、歓喜を皆さんと分かち合いたいなと思っておりますので、ぜひ戸田公園の方に足を運んでください。頑張ります。